校から小学校まで水泳をやってました。早速ですが、ちょっと質問です。木村選手は、コーナー前に、コーナー前の時、アメリカでトレーニングしてましたね。はい。その時、好きだったアメリカの食べ物について教えてください。あ、食べ物か。アメリカなんですけど、僕メキシコ料理にすごくハマりまして、なんかタコスとかブリトーっていうのがですね、ブリトーってセブンイレブンって言うんですけど、ああいうなんていうの、トウモロコシの粉を潰して焼いたトルティーヤっていう皮にお肉とか、チーズとかを挟んでパインかけるのをベーブで食べるんですけど、で、そうですね、そのメキシコ料理がすごく美味しくて、それにハマってアメリカ行って一番美味しいなと思ったらメキシコ料理でした。で、目が見えないじゃないですか。頭を持つとき、頭を持ったことはありますか？頭を持ったことはありますか？何回ぐらい？何回来てないんですけども、あれです、壁に穴入ります。I don't know.